国民の皆様、こんにちは。今日は玄米発酵乳酸菌作りでございまして、このようにやっております。きび砂糖ですね、あと荒塩と入れていくんですね。あと7本くらい作りたいと思いますね。国民の皆様、だいぶ寒くなりました。3月ですね。3月という季節は3月の20日、21日超えないと本格的な春にはなりません。それまでは気候変動ですからね、暑くなったり寒くなったり。ですから3月は厳しいですよ、乗り越えるのは。なんとかそれを乗り越えてですね、国民の生活が第一を実現すべく頑張っていきましょう。それでは、玄米発酵乳酸菌作りの現場からお送りいたしました。あと7本作ります。それでは国民の皆様、失礼いたします。国民の皆様、こんにちは。いよいよ3月でございますね。今日は乳酸菌作りですね。玄米発酵をしましたらですね、砂糖、きび砂糖と荒塩を入れまして、あと私これですね、蜂蜜を中に入れるんですね。そうすると、うまいものができるのではないかと。ということで、何事も実験ですね。この蜂蜜をこうやって、なんだね、蜂蜜をですね、切るんですね。蜂蜜ですね。で、しめるということですね。玄米発酵乳酸菌でございます。これは2回目なんですね、国民の皆様。2回目に挑戦ということで。まずですね、ここにサトウキビ砂糖をこうやって入れるんですね。サトウキビ砂糖を入れまして、これでいいですね。もう適当でいいんですね、量は。次に荒塩を入れます。適当ですよ、もう。あんまり入れすぎるとね、酸っぱくなっちゃいますからね、荒塩ね。あんまり入れますと酸っぱくなるから気をつけた方がいいですね。ここにですね、蜂蜜を入れます。これは私の独自的な製造方法なんですけどね、いろいろやってみないと分かりません。人間、一見で一見、何事も実験でございます。ほんでね、でこうやって振るということですね。よいしょ。違うわけですね。